3と9 7とは、律令制において、元素の収入の安定化のために採用された制度で、国ごとに、国内の元素の最低7割を国庫収入として、確保することを、国史の責任としたものである。奈良時代及び平安時代において、古代の未熟な農業技術では、水害、灌害、中害、草害などの天災による香電の荒廃を防止する、ことは、不可能であったため、 律令制下においても、自然災害の稲作の損害の割合をとことに、十分法で表し、損8分以上は、素養調、7分では、素調、6分、5分では、素が免除される仕組みになっていた。すなわち、例においても、5割減収の場合には、伝送は全面されることになっていた。例の規定以外でも、天平12年の、東都海国浜名軍輸素調及び、 演技式、主計家によると、孫4分以下の都に対しても、損害の程度に比例して、そう減免する、反誘という制度も採用されていた。また、国史は、孫4分以下の都については、訴長に記載するだけで、特別に朝廷に報告する義務はなく、孫5分以上の都についてのみ、大上官に報告しなければならないとされており、事後報告でもよしとされていた。そのため、 報告を偽って、損伝を過分に申告して、私服を肥やすことが成功していたとも言う。そのため、律令国家は、経営分元年に、尊度が50個以上の場合、減免措置を取る前に前もって、大上官に報告することを義務づけ、同3年には、免税が、要や長にまで及ぶ、損7個以上の場合、国士の裁量権を49個までとし、50個以上になる場合は、 9月20日までに大長官に上進することにした。しかし、一向に事態は改善されず、人気元年に発令された核が不産徳七宝であり、国内の伝送を通計して、その3割は国史の裁量に委任し、自動的に免除し、その7割を収納し、確保するということにしたのである。その後、延暦16年に任別8割、 収納、同十九年に人別七割、収納、同二十一年に個別八割収納となった。これらの改正では、国内通継をやめ、個別の上面制度を採用し、例外的かつ制限的な事項を付け加えて、上面法の持つ短所を補おうとしている。だが、この制度では、共作の年において、農民が負担に耐えられないという理由で、国史の反発を招き、大同元年に、 国内を通勤して7割以上収納のもとの制度へと戻した。ただし、この場合でも、延暦21年の制度で定められた、そんな7分以上の国士裁量権、すなわち国の等級によって、一定個数を限るという規定を継承し、公認式、演技式へと受け継がれている。なお、大道元年には、臨時措置として、伊賀国、紀の国、 淡路国の参加国が年来不作で、百姓が疲弊しているため、この年を含めて6年間までの伝訴の4分を尊伝、6分を特だとして収納することが定められ、同月同じ理由で、貧乏国、秋国、巣王国にも同じ措置が取られている。ありがとうございます。